工学館大学記念観光学とは、古事記、日本書記、演技式祝詞の進展を精緻に探求することによって、日本の本来の姿と精神を明らかにする学問のこと。広王医語学の略。国学のことと類似されるが、より専門性の高い学問のことである。純粋に、日本独自の学問と言える。古事記、日本書記、ノリと、 万葉集の文献学的な歴史からすると、儒教、仏教到来以前の日本固有の文化を研究し、明らかにしようとしたものであり、漢学に対して言われる。江戸時代中期に、慶中を先駆とし、カダノアズママロ、カモノマブチ、モトのリナが、平田厚影の研究を礎とした、鈴木重種が提示して、その同輩の式田だとしはる等によって継承されたもの。進学、 科学、有色古実、国語学、国史学、国文学、地政学と幅広く、日本独自の歴史、文化、伝統世界を、日本の古典並びに古代史から究明する学問である。1868年12月14日、京都に工学書が開校されたが、翌年廃止され、教務省が設置されると同省が高級に当たる。1882年4月30日、 伊勢信仰である伊勢公を母体とした神宮教は伊勢に神宮として伊勢神宮を設置する。現工学館大学では全学共通科目に工学入門の科目を置いている。1883年4月28日工学館開校となり工学は以後継承されることとなる。ありがとうございます。